はいえー、それではここからですね例題の八、少子化問題をどう解決すべきかというテーマの問題についてですね解説をしたいと思いますえー、この問題自由記述型の論文タイプそしてテーマのみという形になりますはい、えー、本当に使える方その二ですね、えー、応答根拠提案抱負とね、応答根拠提案抱負とやつなんですけれどもえー、これはですねえー、例えばこんなような、えー、論文型の問題にも使えるんですねはい言いますね 少子化問題はどのように解決するべきか意見を述べようということですね。えー、このね質問どのように解決するべきかという形でですね、もうすでにこの質問文全体がまあいわば問題提起の文になっているわけですね。ねあのー、書いてほしいことをかなり細かく限定してきてるわけです。ねこういうですねこういうこと書いてねっていうふうにはっきり言っているテーマの問題が与えられたならば。 ねえー、その一の形、えー、引用、えー、判断根拠提案ではなくですね今回のようにもういきなり応答してしまって、ね、で応答して根拠を挙げて提案っていう形の方がですねよりこうストレートに読者に伝わる、えー、答案を作ることができるわけです。だこういった形ですね、えー、問題提起の説問が出てきたならば、ね、論文型であっても応答根拠提案抱負で書いた方がいいです。ね、で、えー、じゃあ実際どうなっているかということではい「説問分析」ね。 論文タイプで自由記述でテーマのみですよね。自分の知識に関連付けて論じなければいけませんね。少子化問題、何が原因だろうな、どうやったらいいだろうなってことですのでですね。今までどんなことが言われてたのかっていうのを全部頭の中思い起こし思い起こしてください。ただそれをね書いちゃいけないわけです。もう答えるべきことはねどう解決すべきかというふうに聞いてるわけですからこの応答部分ねこうやって解決するべきだってズバッと言っちゃってください。じゃあ例えばどんなふうになるかということですね。 応答少子化問題はまず産みたくても産めない人への経済的支援を中心に行うべきだということ言ってしまうわけですね。 えまあいろんな方法あるんです少子化になるとね国力が落ちるであるとか、えー、社会保障が破綻,する破綻するであるとかねいろんな問題が起こるからとにかく子どもを増やさなきゃいけないということでいろんな方法をみんな考えているんですけれども、まあ、いろいろある中でもですねまずは産みたくても産めない人への経済的支援を中心に行うべきだとね産みたいっていう人に支援するべきだとそれとどういう支援かというと経済的な支援を行うべきだっていうふうにズバッと答えてしまうわけですね。 はいでなんでそういう言い方になるのかという根拠をここに書きますねはい、えー、こんな根拠なんですね。子供を一人しかもけていない夫婦の90%近くがいわゆる二人目の壁を感じておりその理由として最も多かったのは経済状況であった。ね、えーまあ、人子供が一人いるんだけれどもで,できれば二人目は欲しいんだけれどもその二人目をあ、まあ、持つのにです、ね、非常に壁を感じる。 なんでかっていうと2人目で産んじゃったら経済的に大変なんじゃないかとそれが理由だというふうに言う人がですねさらにもう一つ、えー、経済的な理由による未婚や非婚の率もですね上昇を続けてるっていうことですね、えー。未婚っていうのは結婚したいだけどまだしていない人非婚っていうのは結婚しませんというふうに言い切っちゃってる人のことですね。えー、未婚婚や非婚のです、ね、率もどどどどんどんんどん上昇を続けてるこういう事実があるんですね。 両方ともですね、この経済状況、経済的な理由だからね、えー、経済的支援が大事だというふうになるんだよってことを根拠として挙げるということですね。えー、じゃあ、えー、経済的支援をするというふうに決めたとしてもですね、でもいろんな方法がありますよね。なおかつもうすでにある程度は進んでいる部分もあるんです。じゃあこっから先さらにどういうことをしたいのかということで提案をしますね。ではこのような経済的な援助が どのよううな経済的的が最も効果的であろうかやはり基本的で直接的な現現金給給付現物支給が最も効果的でであろううといううですね、えー、まあ税制の優遇であるとかいろいろありますけれどもそういう間接的なんじゃなくてもうそのまま現金をあげなさいとあるいは現物をあげなさいとそれが最も効果的だよというようです。ちゃんともう目に見える形で支援されてるっていうふうに分かる方がいいというふうに提案をしています。 でなんでかっていうとですね、実際問題、この現金給付、現物支給に関して言うと、日本は欧州、ヨーロッパのですね、3分の1程度の支出しかしていないという事実があるんです。ねで実際問題は日本の政府もですね、白書の中でこれを認めています。なので、えー、もう今後はですね、この現金給付、現物支給がいいんじゃねえのというのを、こ,うここで提案するということになってるわけなんですね。はい。 じゃあ、えー、以上応答根拠提案抱負、ねえー、プロット見ていただきましたじゃあこのプロットをじゃあ実際答案として立ち上げるとどうなるかね答案を見てみましょうはいこんな感じになりますはい読みますね少子化問題はまず産みたくても産めない人への経済的支援を中心に行うべきだ、えー、先日インターネットで見かけた調査結果によると 子供を1人しか設けていない夫婦の90%近くがいわゆる2人目の壁を感じておりその理由として最も多かったのは経済状況であったまた経済的な理由による未婚,未婚や非婚の率も上昇を続け国税調査から、えー、障害未婚率を予,想予測すると男35女27にもなるるととの結果が出ているという確かに経済的な問題が原因の全てではないだろうしかし この問題の大きな原因の一つであることは間違いないのであるとね、ここまでが根拠になっています。ではどのような経済的な援助が最も効果的であろうか。やはり基本的で直接的な現金給付、現物支給が最も効果的であろう。少子化社あ少子化社会対策白書によれば、我が国は対 GDP 比で見ると、フランスやスウェーデンなど欧州諸国と比べておよそ三分の一しか財政支出していないそうだ。 また日本はほとんどのの支援が国民の側から申請をしななけけれれば受けられないしかしフィンランドではどのような出自にせよ出産準備に入った妊婦には全員出産後に必要となる用具意識がびっしり詰まった段ボールが送られるそうである、えー、少子化問題に対しまず行うべきなのはこのような直接的な援助なのであるというとです。 はい、ええー、このような形で、もう最初にですね、えー、言いたいことをズバッと言ってしまうわけですね。で、なんでそういう応答になるのかという根拠をあげ、ええー、で今後に向けた提案を出すということです。ね。で、えー、やっぱりええー、まあテーマのみの問題全部に共通するんですけど、こういうところのこの知識ですね。 これががあある程度ないいときついものがあります特にこのフィンランドの例談というのはですねこれはこの間インターネットでやったので見てたんですけれども、ね、非常に面白い取り組みであります。だから細かい知識とかというのもたくさん蓄えておくってことはこういうところで生きてきますのでこういうのもあるので知識を入れるのも重要だというのも覚えておいてください。ねはいえー、応答根拠提案抱負今回は論文型のですね論文タイプのですね問題で使ってみました。 はい以上でですね小論文の方ですね説問応答型と自由記述型両方のですね例を見てきましたでこれでですね大きな書き方に関してはですね全部説明終わりましたので次はですね分かりやすい文章のための7か条ですね分かりやすい文章を書くためにはどういうところに気をつけたらいいかということそちらをですね解説してそれからですね実践の問題点に入っていこうかなというふうに思っています じゃあ次は分かりやすい文章の7か条を説明します。